国会議員になってから誰よりも災害対策力を入れようとここまでやってまいりました。時間後にはこの堤防のあたりは川の水位がこのぐらいになりますよ、逃げてください。そういう予測が人工知能によってできるような時代が迫ってきているんです。一日も早く来るように私竹内真嗣は災害情報のデジタル化前へ前へ進めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆様、熱いお言葉。